はいどうもバサラです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、キークロンの Q1 m a x について紹介していきます。この動画製品を提供していただいて今日の動画を作ってます。今日紹介させていただいているのは日本語版のレイアウトなんですけど、それ以外にも英字版がちゃんとあります。はい。というわけでこちらがですね、キークロンから発売されている Q1 m a x なんですけれども、僕このチャンネルでですね、たくさんのキーボードをすごい紹介してきたと思うんですけれども、なんかもうついにですね、そのキーボードの欲しいというか、キーボードの最終形が できたなっていうのをあの僕はこれを使っていてすごく思いました。はい。なので本当にこれが多分そのこの形、あのもちろん分割キーボードとかもありますし、アリスレイアウトとかもあるし、そういうふうな、そういうちょっと変,変形したキーボードをちょっとまあ抜かしてしまったとしたら多分これがキーボードの多分結構最終形の一つなんじゃないかなっていうくらいの完成度の高さです。そのあたりを今日はですね、まあ、お伝えできればなというふうに思ってます。 開けていくとクリックスタートガイドがま出てきてその下にですね。この本体とか付属品が入っているような感じです。 で、付属品としてはですね、このような感じでマニュアルが付いているのと、えー、Windows 用のキーキャップが付いていて、あとは USB-C のケーブルが付いてます。こちらはですね、USB-A の変換アダプターが付いてます。あとは 2.4GHz 用のレシーバーと、あとエクステンダーが付いてますね。それ以外にまあガスケットの部分だったりとか、ゴム足とか、まあ、ネジが付いていたり、あとは工具類ですね、キーキャップのプラーだったりとか、六角レンチが入っていたりとかします。何故にこういうエクステンダーみたいなのがあるのは、ちょっと嬉しいなというふうに思っていて、まあ USB-C のね、ああいうポートとか、やっぱり混みがちだったり するのでこのエクステンダーとかあったりすると結構便利だなというふうに思っているのでまあ、そういうねその使い勝手というか使ってる人のことを考えているようなものになってるなというふうに思いましたはい続いてデザインなんですけれどもこのデザインは個人的にめちゃくちゃかっこいいなというふうには思っていてこの白と黒のコントラストもすごいいいですしあとはこの差し色のカラーリングだったりとかそういう全体的なカラーリングが非常にかっこいいなというふうには思ってますここは好みもあると思うんですけれども個人的にはまあすごくいいなというふうに思ってます あとこの製品ですね高さ調整をする足がないんですけれどもその分ですねこの後ろのところまですごく美しくできていてもう1つの金属がこうパンとあるような感じになっていてこの背面まで美しいなっていうふうに思えているので、まあ、もちろん足があった方が調整できたりっていうのはあるとは思うんですけれどもただその機構をなくした分だけ非常に美しいデザインになってるなというふうに思ってます。 でさらにこの製品って、まあ自分で組み立てたりとかっていうあのバージョンも出てたりとかもするんですけれども、そんな感じで中身の加工っていうのも、まあ、結構しやすいんですね。なので、まあここら辺とかのネジをこう取っていけば、裏蓋を開けて、まあ中のところをいろいろ変更していくっていうこともできます。この製品かなり重くて1 7キロくらいあるんですけれども、ただその代わり、このフレームが全てアルミでできていて、めちゃくちゃ高級感があります。やっぱね、プラスチックでは表現ができないんですよね、このアルミっていうものの。 やっぱり金属の存在感っていうのは、まあ、すごくあるので、プラスチックでは表現できない高級感っていうのを持ってます。キーのレイアウトはいわゆる75%キーで、まあ、10キーは付属してないモデルになってます。それ以外にこの右上に、まあ、ノブが付いてたりとかするので、デフォルトだったりするとそのボリュームの上げ下げみたいなことができます。あとはもちろんこの製品バックライトも付いてます。キーキャップに関しては PBT 素材のダブルショットのキーキャップだったりするので、汚れとかにも強いですし、耐久性も非常に高い製品になってるなっていう風うに思ってますえ。ただですね、今回紹介するのが、 この日本語レイアウトのモデルなんですけれども若干日本語のインジが僕の好みではないなっていう風には思いましたがまあ、そこは僕の好みかなっていう風には思ってます続いて外観つながりでボタン類とかを紹介していこうかなという風うに思っているんですけれどもキーボードの,です、ね、この上部のところに USB-C のポートがあってまあ、ここから充電だったりとかあとは有線での接続みたいなところでこちらのポートが使えます でその隣にですね Windows と Mac の切り替えがあってその横にですね Bluetooth か w i ヤレス e か有線で選べる切り替えのスイッチがあります。はい続いてタイピングの仕心地なんですけれどもビッ すするほど良かったです、はいまあ、僕のメカニカルキーボード史上一番良かったなっていう風に思ってますで今回僕が選択したのがですねバナナ軸を選択していてそれ以外に赤軸と茶軸がありますでバナナ軸って赤軸よりもちょっと重いので正直使う前はこう指とか疲れちゃうんじゃないかなっていう風に思っていたんですけれども、まあ、全然そんなことがなかったですでその理由っていうのが多分スイッチの違い以外にもダブルガスケット形式っていうものが採用されてるせいじゃないかなっていう風に思ってます 持ってますどういうものかというと、まあ、通常のこうプレート上にあるガスケット以外にもですねそれ以外にシリコンパッドを追加することによって、まあ、金属感のこの共振みたいなものを、まあ、大幅にまあ低減できているようなまあ製品になっているんですけれどもこれがタイピングした時にどういう影響があるかっていうとやっぱり自分が指をこう押した時にキーボードの他の部分に力が分散するんじゃなくてしっかりそのスイッチだけをまあ押せてる感覚っていうのがあるんですね。なのでそのののでで自分指指にあるその力力押す力っていうのが本当 すてててキーにちゃんとううまく伝わっっいいるる感じがするので、なのでそのタイピングした時に重めのスイッチだとしても軽く感じますし自分がしっかりタイピングしたいところにしっかりその力が伝わるっていう感じがあのすごくしていますそういうのもあってタイピングのし心地っていうのがこれで作られてるんじゃないかなっていう風うに思ってますであとはですねやっぱりねすごくねタイピング音がいいです はい。いかがだったでしょうかもう、ちょうどいいお心地のね、音なんですよね。タクタイルなんですけれども、こう、静かな感じ。 カタ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 コト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 みたいな音が出るっていうのが、まあ、非常にいいなというふうに思ってるんで僕このバナナ軸、まあ、めちゃくちゃ気に入りました続いて接続回りなんですけれどもまブ、あ、Bluetooth でま接続した際には3台まで接続することができますなのでまスマートフォンに接続したりとか iPad に接続してま PC で接続するみたいなこともまあできるんですけれどもそれ以外にですねそのドングルを使ったワイヤレスの接続だったりとかあと有線での接続っていうこともできますでこのワイヤレスと有線の場合には 1000Hz のポーリングレートがあったりもするのでもう ゲームでももちろん十分な。 あの性能がありますなのでこの製品ほんとそのビジネスとかでも使えるんですけれども、まあ、ゲームを使いたい人にももちろん使える製品になってますはいというわけでざっとですね性能とかをお話しさせていただいたんですけれども、まあ、これだけで終わらないのがこの製品の凄さだなというふうに思っていてこの製品はさらにその先でカスタマイズ性の高さっていうところも非常に優れてます例えばキーのカスタマイズに関しても VIA を使ってレイアウトも自由自在に変更できますしノブ部分に関してもカスタマイズができますでもちろんですねホットスワップに も対応してるんでスイッチの交換もまあめちゃめちゃ楽です3ピンでも5ピンでも対応できているので、まあ、非常にカスタマイズ性にも優れてますでさらにですねさっきも話したんですけれども背面のところを開ければですね中を開けていろんなところを変更できます例えばこのスペースキーとかこうちょっと大きめのキーに入っているスタビライザーみたいな部分も交換できますなのでキーのレイアウトもカスタマイズできますしスイッチも変更できますしまあ自分がちょっとこの部分のキーボードのこの部分ちょっとやだなみたいなところに関しては基本的にどこでも変更できるっていうふうにまあ思ってもら えばいいなというふうに思っているので多分そのカスタマイズ性の高さっていうところに関しても、まあ、僕が使ってきた中で、まあ、やっぱり一番高いんじゃないかなっていうふうに思ってますはいというわけでキークロの Q1 マックスのですねまあ、魅力というか、まあ、こういったところが良かったというところについて、まあ、バーッとお話しさせていただいたんですけれどもじゃあ欠点が全くないかっていうとまあそれはも人それぞれま欠点に感じるところはあるとは思うんですが、まあ、僕が思ったのはやっぱりこの重さっていうところはやっぱりま持ち運び用のキーボード、まあ、そもそもこの製品を持ち運びで、まあ、選んでる人そんないないと思うんですけれども持ち 持ち運びたいいいっっっっっってててななたた時ににはは若干やっぱりちょっと重かう思ますただその重さがあるおかげでこの金属としてのかっこよさだったりとかそのしっかり作られてる感高級感みたいなところにいや確実に繋がってたりとかもするので、まあ、そこはトレードオフなのかなっていうふうに思ってたりとかあとは足で高さの調節ができないってところもあるかもしれないですけれども、まあ、それも話したんですけどやっぱりこの背面まで美しいそのボディを作るためだったりその中を開けやすくするような構造にするとかそういうふうなところを を考えてのまものだったりするかなっていう風に思うので、まあ本当そこら辺とかはまあ、やっぱりこのミレベルの欠点かなっていう風うには思ってます。というわけで僕のまとめと一緒はですね、まあ、冒頭にも話した通り、なんかキーボードに欲しいものの本当究極系だなっていう風に思ってます。デザインの良さだったりとか、その高級感のある立つまいだったりとか、そのタイピングのし心地の良さ。 まあ本当にここは結構感動するぐらいのハイピングのし心地の良さだったりとかあとカスタマイズ性の高さですよねキーのレイアウトも変えられてスイッチも変えられるっていうところだったりするのでキーボードにこだわりたいっていう方に関してはとことんこだわれるような製品になってるんじゃないかなっていうふうに思ってますでまあ途中でも話した通りボーリングレートも 1000Hz あったりするので、まあ、もちろんこれゲーミング用としても使えますしビジネス用でも使えるので本当しかも5台まで繋がりますからね有線で繋げてそのワイヤレスで繋げて Bluetooth3 つも繋げれば もう大体のデバイス大丈夫なのでそうやって考えていくと本当にその欠点がないんですよね。 うん、逆にこの欠点を探そうとすると本当粗荒探しになっちゃうっていうレベルで非常に完成度の高い本当キーボードの最終形だなっていうふうな、えー、思ったような製品でした。はいというわけで僕ですね結構静電容量無接点方式こそ最高みたいな風に本当思っていたんですけれどもやっぱりこのメカニカル業界のそのタイピングのし心地の良さをこう上げてくるというか、まあ、そこら辺とかをこうどん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 その体験が上がっていってしまっていてなんか本当この「バナナ軸」めちゃくちゃいいなって <laughs> あのすごい すごい、あの感じてます。非常に魅力的なね。まあ、製品がどんどん増えてるなっていう風に感じました。去年が面白かったという方はぜひグッドボタンを教えてですね。チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションにつながるんで、ぜひ是非よろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画でバイバーイ！